施設の地図、辰山基地は、大韓民国ソウル特別市辰山区にある、在韓米軍基地。辰山基地は、ソウル駅の南方わずか1キロの地点に置かれている。面積は2.9平方キロ。辰山基地北側のメインポストには、在韓米軍司令部、第8軍司令部、在韓国連軍司令部、米韓連合司令部など軍事機構の中枢が集中し、南側のサウスポストには、 両学校、病院、スポーツクラブ、娯楽施設などが存在する。なお国防上の理由から、韓国内で発行される地図では、青瓦台などと同様に基地は一切記載されておらず、緑地や空き地として描かれている場合が多い。ネイバー地図の衛星写真では、基地部分に森林画像を合成している。13世紀、高麗時代の末期に、朝鮮半島に侵入したモンゴル軍は、 立山を平坦基地として利用したと言われる。文禄の役で日本軍は岩行寺と青波道一帯に陣取ったとも言われる。1882年、神後事変に日本軍と共に介入した新国軍が立山に駐留した。以後、立山には常に外国軍が駐留することになる。1904年、日露戦争の際に日本軍は 立山の土地およそ300万坪を買い上げ、兵営を置いた。日本統治時代、立山基地は大日本帝国陸軍の中屯地として使われ、朝鮮軍司令部などが置かれた。1945年の太平洋戦争敗戦に伴う日本軍の撤退後、米軍第7師団のおよそ1万5000人が日本軍の兵営を引き継いだ。1949年に、 米軍は一時撤収したが、朝鮮戦争休戦後の1953年、再び米軍が駐留、その後、現在の在韓米軍司令部にまで発展した。2004年7月、米韓両国は、ワシントンの国防総省で開いた、協議の結果、辰山基地を移転することで、最終合意に至った。辰山基地と同基地の米軍将兵およそ8000人は、2008年までに、 ソウルの80キロ南方の平沢市に新しく拡張された基地へ移転する。その後移転が延期され、2016年移転予定とされた。2017年7月12日、在韓米八軍司令部が平沢にて開館式を開き、本格的な在韓米軍基地の移転作業を開始した。2018年6月29日、在韓米軍司令部の平沢移転が完了し、 73年の歴史に幕を下ろした。残る韓米連合軍司令部についても、当初は同じ立山にある国防部庁舎そばの建物への移転が予定されていたが、2019年6月3日、米韓国防省会談でハンフリーズ基地に移転することが決まった。2019年8月30日に開催された韓国側の国家安全保障会議常任委員会では、 改めて、立山をはじめとした、米軍基地の早期変換や移転推進について議論が行われた。ソウル特別市は、跡地を公園にする計画を明らかにしている。ただし完全移転後も、光家門の在韓米国大使館の移転予定地等、一部、敷地は、今後もアメリカ合衆国が継続して使用する予定となっている。ありがとうございます。